株式会社ナチュラリープラスは栄養機能食品及びビューティケア製品などの販売、製品企画をしている。1999年に日本で設立された。現在の株主は連邦型企業グループを形成するユニバキャピタル。本社は東京都港区六本木1の6の1線、ガーデンタワー35階。2016年3月9日、強引な勧誘や、 虚偽の説明を繰り返していたことを理由に、特定商取引法に基づき新規勧誘などの一部事業の9ヶ月の業務停止命令を受けた。消費者庁は、合わせて同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、同社の販売する健康食品のスーパーアルテインまたは清涼飲料水のイズミオを購入していたものに対し、 商品の効能について事実と異なる効能を告げて勧誘していたが当該商品の引用によって病気の治療もしくは予防または症状の改善ができるような効能はない旨を2016年4月9日までに購入者に通知し同日までにその通知結果について消費者庁上官まで報告することを指示した本件行政処分における認定した違反行為は 勧誘目的等不明示、不実告知、重要事項不告知、公衆の出入りしない場所での勧誘及び迷惑勧誘。健康食品では、スーパーアルテインミルトプラス、スーパーアルテイン、イズミオ、イズミオ、スーパーユーグレナパラミロン ARX、ピュラファカー、ピュリフィカオ、ビューティケア製品では、リュート、ルーテシリーズ、アウラゲ、オラージュシリーズを取り扱う。年から、 泉ずのイメージキャラクターにプロゴルファーの丸山茂樹を起用している。その他、大相撲の検証幕を出すなどしている。創立の翌年の2000年度より社会貢献活動を開始。主な支援に視覚障害者に向けた盲導犬育成支援がある。子供への支援活動、環境保全活動も行っている。2005年に 東京国税局が同社と元社長と元千村同社幹部3人を法人税法違反の疑いで東京地検に告発し罰金刑を受けている。脱税内容は2002年8月期までの2年間に約4億1000万円の所得を隠し法人税約1億2000万円を免れたとされる。さらにその後半中には和田克也社長が 覚醒罪所持で逮捕され解任。2008年10月、マルチ商法業界よりの国会質問を繰り返していた前田裕吉衆議院議員が2007年に講演料として60万円を受け取っていたことが明るみに出た。2009年にはタックスヘイブンを使った取引をめぐり、2007年8月期までの3年間に十数億円の所得について申告漏れを 東京国税局から指摘され、2008年4月に修正申告を行った。2015年4月8日の消費者庁の立ち入り検査をきっかけに5月1日より6月15日まで、実主的に新規会員登録の受付停止並びに新規会員の勧誘活動を一切禁止し、コンプライアンス体制の整備を図った。ありがとうございます。